ほら、島が見えてきたわよ。わあ、なんだか雰囲気あるって感じ。素敵ね、楽しみだわ。今回ばかりは圭一に感謝ね。まさか町内会の福引きで無人島旅行を引き当てちゃうなんて。まあね。どうしたんですか圭一さん、なんだか元気がないみたい。うん、ちょっと気になることがあってさ。あの町内会の福引きの人、どこかで会ったことがあるような、というかどう見てもマーラだったような気がするんだけど。そうでした？似てたかしら。他人の空によ。第一、あのめでたいもの嫌いのマーラーが福引き？ハッピー着て、ハチマキ締めて、おめでとうございますって。圭一の考えすぎだって。そうかな、ならいいけど。せっかくの旅行なんだからもっと楽しみなさいよ。そんなことよりも、電気もガスも水道もないんでしょ？ご飯だって炊けないじゃない。どうするの？それなら大丈夫。島には一年中食べられる果物がなってて、食べ放題だっていうし、キャンプの道具もいろいろ持ってきたからね。炊飯器がなくたってご飯が炊けるんだ。そういうのだってたまにはいいものよ。お姉様が言うのならきっとそうなんだろうけど。とにかく青い空、白い砂浜、心ときめくアバンチュール楽しまなくっちゃだわ。